えてたのさ。呼吸を整えて始めるんだよ。ああ奇跡の可能性は見るものすべて、見るものすべて。君だけ起こせる奇跡が。Get out!
サンボマスターの B バンドなんですけど、今回で合宿初めて来たドラムの子がいるので、ちょっとそちらの紹介からどうぞ。はじめまして、今回から参加しています。音川リーナって言います。リーナって覚えてください。ドラム本当に初心者なんですけど、サンボマスターの最初の練習の時も何も分かんないで教えてもらってやってるんですけど、全然サンボマスターの動画見たんですけどめっちゃ難しくて何にも分かんなくて、とりあえず叩いてみたんですけど、それでこんくらいできたのですごい嬉しいです。これからもよろしくお願いします。こうやってアメビンに2年生なんですけど、2年生なんですけど、こうやって1年生とか2年生とかが新しく入ってくれるのは本当に嬉しいので、でなんか言ってる立場に戻って自分もなんか1年前デビューしたなっていうちょっと感慨深い感じになってるんですが、またちょっと自分は今回はギターが初めてやったんですけど、まあ見ての通り全然できなくて、ちょっとまあできて練習してもできないなって思ったんですけど、まあこれから頑張ります。それはでまあ今みたいにこう初心者とかが入ってくれるのって、もちろん先輩の上手い人とかを見て技術的に学べることは本当に多いんですけど、そういう初心者とか1年生の方とかが入ってくれると、まあその音楽の練習への取り組み方とか音楽を好きなこととか、そういうことはまあその経歴とか関係ないと思うんで、どんどんそういう人たちを見習ってすごい上手くなったんですよ、本当にドラムびっくりで、本当になんでそういう練習の、態度、練習への態度はちょっと見習いたいなと思いました。あと個人的にちょっと思ったことなんですけど、昨日のライブの時に、カメラマンやってて、最初一番最初そこで、でまあカメラマンやってるとすげえみんながこう前に集まったりするじゃないですか。だからめっちゃみんなの表情が分かって、でそのライブハウス入るまではもうみんな寝る間も惜しんでやってるから、マイナスの言葉の方が多いんですよね。もうマジで疲れた死ぬみたいな、でなんか意味もない意味もない下ネタをなんか連呼したりとかしてて、もうなんかそういうマイナスの言葉の方がはるかに多いんですけど、でカメラのところ立ってて、こう最初の一発目のキートークの人たちが始まった瞬間に本当にびっくりするぐらいみんな顔が輝いてて、いやマジで本当に俺なんかそこで一人で撮ってて勝手に泣きそうになってて、ここでめっちゃみんな楽しそうだなって思って、やっぱ音楽が好きな仲間たちなんで、音楽が流れ始めたらなんかもうそういう疲れとか眠気とかが吹き飛ぶのかなって思ったんで、でちょっと長くなっちゃうんですけど1個だけ、巻いてんのか、いや、押してるのか、巻いてるんじゃない、押してる、じゃあやります。最後ちょっともうギター弾けないんで歌います。はい、拾えるのは何よ、I'm not afraid of the dark.
ありがとうございました。